コミケですか？夏の祭典、いよいよこの時期が来ました。今回は我々もブースを借りれるかもですぞ。ブースってまさか自分たちのお店を出すってことですか？そうですよ、松永市オリジナル萌えキャラの初お目見えですよ。山梨、店を出す際はぜひお手伝いお願いします。もちろんです、光栄です。この夏のコミックキングダムは熱いですよ。あ、すいません、あのちょっとキャッチ入っちゃったんでまたかけ直します。もう着きましたか？はい。よかった、連絡ないので心配しちゃいました。あ、いや、すいません。今日は本当にありがとうございました。とんでもないです、本当に助かりました。またお礼しなきゃいけませんね。お礼なんてそんな、カップだけで十分です。カップ、ああ、前にお送りした。はい、大切に保管してます。保管じゃ困ります、使ってもらわなきゃ。なかなか使う機会がなくて。ああ、だったら。え？家よく？家よく、この用語って僕が知らないだけですか？はい、わかりました。俺も知らん、電車助け求めてんのか？家よく、暗号解読班。じゃ、また。通話終了しました。明日エルメスさんの家に遊びに行くことになりました。家に？家よく、家行く、そういうことか。嘘だろ。隊長、敵地の奇襲です。こちら全く準備ができていません。応戦できません。詳細聞こりっと。カップを使う機会がないって話したらお茶入れますって。それでよかったら明日来ませんかって話になりまして。うがー、エルメスのカップでお茶ありえねー。カップ、本当にあのペアカップ一緒に使うんだ。不現者男、悪いことは言わん、明日はマジでこくれ。いや無理、もう普通にお茶して帰ってきますよ。ダメだ、告白しろ。ちょっと待て、家だぞ。告白の前に両親に挨拶という難関が待ち受けてないか。それが夜まで親がいないって言ってました。親がいない、夜まで親いない。来た。電車に最大限のチャンスが到来。すごいぞ、眩しいぞ。神風だ、電車に神風。家に呼ばれたらもう確定だろ。もしかして一般的に言う脈ありという現象なんでしょうか？脈あり？脈あり？くそ！自分は脈が途絶えそう！あ、しっかりしろ！故郷のおふくろさんが待ってるぞ！ありえん！わざわざ親がいない時に誘うと言ったらやること一つだろ！ぐぅー！うつになってきた！やることって何ですか？電車よ！そこまで鈍いと犯罪ぞ！家なんか行ったら子供が生まれるよ！うわ、気がついたら鳥肌立ちまくってた。この中で女の家に上がり込んだことのある猛者はおらんとかえ。断られたことならただ。いや待てって、相手はエルメス城だぞ。家イコールすべて OK と判断するには早くねが飛んだ。ここは成功所、いや成功法で行くべし。いや行く、こくる、こくすまん、これ以上は鬱すぎて言えんぞ。ラモシ、みんなそんなに緊張させないでください。持ちつけ、謝りすぎ。まずは告白して OK もらうことが先決だと思うよ。よし、今夜は徹夜で電車の告白ゼリフを考えるぞ。みんな配置につけ。別にいいのに。俺の家具買い替えるんだと。よっぽど嬉しいんだね、お母さん。何が？ケイスケが帰ってきて。お袋も早く自立すりゃいいんだよ、兄貴に干渉ばっかしてさ。悪い、タオルは前の会のせいで恋愛に臆病になっちゃってるのよ。だから母さんのお見合い相手を。いや、それは違うでしょ。兄貴が恋愛に臆病になったのはその前に親父とお袋が原因だろ。親父がお袋を騙してっていうか嘘ついて女作ったわけじゃん。でおふくろはおふくろでいつまでも辛そうに引きずってるから、それを目の当たりにしてきた兄貴は一種の恋愛恐怖症みたいなもんになったんじゃないの？それって私のせいだって言いたいの？いや、それは違うけど、
兄貴が嘘つかれるの絶対 NG っていうのは分かってるわよ。だからお見合い進めてるんじゃない。人生っていう名の旅に出ませんか。電車で頼りないですけど一生あなたをサポートします。恋しちゃってもいいですか。好きです。僕と付き合ってください。シンプルにいけ。僕と人生の旅路に一緒に出ませんけ。こんな頼りないボケでありますか。あの人人生旅路に出ませんか。もう違うってば。だから手首の返しが一番大事なの。ねえ、この箱が入るくらいの袋ない。こうやって下にクッと引っ張った時に上にあんの。分かった。もっと腰入れて。腰入れてるよ。いや、そうだ。ねえ、ちょっと実際にやってみよう。やってみよう。どうだろう。あったー。ねえ、よ。いや、母さんはもっと上手なんだってば。何すんの。すげえ、セット、いけるレス、フィッシュ。宮城、津田島、沢市、市川、一個岩、一市町、マカロ町、新宿の橋、東京駅停車いたします。張り込みご乗車、お呼びください。何作ってんの。びっくりした。驚かせないでよ。誰か来るの。うん、友達。あっそ、私はケイスケとデート。もう喧嘩しないでね。誰と、いつ。じゃね、行ってらっしゃい。寄せてください。僕は あなたが死なんで。何。うん、別に。よし、僕は必ず あなたを幸せにしますから。勇気だ。はい、はあ、山田ですけど、今続きましては。今開けます。はい。
この番組は KDDI 味の素ノエビアグループ三菱モータース大正製薬ライオンの提供でお送りします。ここは何ですか？パティオです。パティオ、すぐお茶入れますから座っててください。はい、すいません。ダンサー、ワンコタンですね。すごい、動かなくなってからずっと使ってなかったのに。ハードディスクは壊れてなかったんで大丈夫でした。でもちゃんとメンテナンスした方がいいと思います。ネットにつながるかも一応見ときますね。すみません、なんか来てすぐにこんなこと。今お湯沸かしてますから。はっ、これヘルメスのカップ。本当にそのままだったんですね。じゃあ使わせてもらいます。はい。初めて、おいした、あれ、初めてお、初めてお会いした。そうなんですか。今エルメスの家にいます。まさかエルメスと一緒に見てるのか。いえ、隠れてやっています。エルメスさんの家から実況来たーって。また出た。バカだね、見つかったらどうする。かわいいワンコタンもいます。すぐに落とせ。何しよっとか。でも告白のゼリーを忘れてしまいまして。お茶でいいですか。はい、この中で選んでおいてください。はい。なんか今紅茶の缶を持ってきました。やばい、リアルすぎて興奮。やっぱりエルメス家の紅茶は品があるんだろうな。ベノイスト、ベノイストと書いてあります。ベノイスト、そりゃ確かベノアって読むんじゃないか。ベノア、19世紀創業の伝統あるイギリスの高級食品会社。ジョーハン、ご苦労。英国王室御用達じゃねえか。ベノアティ来たー。決まりましたか。あ、はい、じゃあベノアで。全部ベノアですけど。え、あ、じゃあこれで。ダンシリー、私も好きです。あ、はい。電車、もう告白セリフなど気にするな。とにかく告白だ、告白しろ。そう言われてもタイミングが。過ぎだろ。いい、どうしたんですか。あの実は。マフィンの味どうでした。あ、美味しいです。どんどん食べれちゃいますよ。よかった。早く告白しろ。あの天気もいいですし、どこか出かけましょうか。え、外に出たらアウト。人目のあるところで告白は無理。家の中を死守。告白するまで絶対家出るな。あの DVD 持ってきてるんです。マトリックスの。ああ、この前おっしゃってた。あれ、ワンコタ、なんで。
クイール、私も見たいと思ってたんです。そうですか。早速見ましょう。はい。その一番左のボタンが電源だと思います。これですか。はい。私本当にこういうのダメなんです。すみません。早く告白しろ。無理ぽ、好きですという勇気がないんですよ。勇気がないとか言ってんちゃうぞ。エルメスが好きなんだべ。家に招待されて何もしないとはこのヘタレが。まさか次の約束もなしなのか。いえ、次の約束は取り付けました。ミュージカルですか。嫌いですか。あ、いえ、好きだと思います。よかったら今週の土曜日一緒に見に行きませんか。はい、もちろんです。お願いします。エルメスの方からデートの誘い。それはもう確定じゃない。確かに最近のエルメスの行動はおかしすぎる。家には呼ばれる、デートには誘われる。俺が一度も経験しないことをよくも一日で。おい、電車にアドバイスすることはないな。そうだ、電車に残された最後のミッションは告白のみ。でももし告白してダメだったら距離置かれちゃいますよね。お前それでも男か。告白しろ。絶対に大丈夫だ。気がない男を家に入れるか。普通に考えたら何の問題もないだろう。躊躇する必要なし。それにまだフリーが確定したわけじゃないですし。この状況を冷静に考えてみろ。どこに不安要素があるとか。このバカチンが。さらフリーじゃなかったってオチはないだろう。告白だ、今すぐ告白だ。電車、タイミングは今だぞ、逃すな。本当に怖いんです。勇気なくてすいません。勝てる戦を目の前にして、お前は逃げるつもりか。積極的になったエルメスさんに失礼ではないか。次のデートで告白しろ。最後の勇気を振り絞って告白するんだ。ここまで来て断られることはマンズね。電車よ、俺たちがついてる。勇気を出して次のステージへ。次のステージ。ちょっと、変な電話がかかってきてんだけど。変な電話。もしもし。相変わらず山田氏の妹さんの声は萌えですね。青色の封筒届きましたか。青色の封筒ですか。あ、あります。その封筒のアテララベルに色ついてますか。ついてます。水色ですけど。うそー、山田氏が当選した。ちょっと当選。その封筒がコミケ参加の当選通知なんです。ラベルが白いものが落選、青いものが当選なんです。家の人には衝撃を与えないように見た目は何の変哲もないダイレクトメールに偽装していますが。では山田氏、当日お願いします。はい。当日は代表者の本人確認が必要なんで絶対来てください。すぐ済みますから絶対参加です。わかりました。あ、いつですか。土曜日ですよ。あ、土曜日ちょっと、あの、もしもし、もしもし。どうしよう。はっ。
とのコミケとエルメスさんとのデート、どちらを選択するべきでしょうか。おい電車、それは嫌味で言ってるのか。デートに決まってるやろ。もちろん普通ならデートなのですが、今回僕はコミケに参加をしないといけない理由もありまして。エルメスさんとのデートよりも大事な用事か。コミケが、待て、同じ秋葉オタなら電車の気持ちも察してやれ。激しくぞい、コミケ参加者ならわかるはずだ。コミケに一票、同人誌には興味がない俺には電車の心が読め。デートを優先させろって、男よし当然ダメだ。先に約束したのはデートの方だよ。コミケだ、年に一度なんだ。今の電車ならデートなんか後回しにしても大丈夫だ。コミケーデート、どっちにしてもこれが最後のコミケになるんじゃない。確かに付き合うことになったらコミケはもういけないもんな。逆に付き合う気があるからこそ、ここは最後のコミケを選ぶべきだと思われる。コミケに一票、デートに一票。デート、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 デート。コミケっていうか、ミュージカルなんか似合うわけないじゃん、お前バカ。チケットを取れましたか。ありがとうございます。はい、楽しんできます。ありがとうございました。はい、すいません遅くに。いえ、ちょうどよかったです。あの、ちょっと、チケットを取れました。はあ、いや、それがどうかしました。仕事が、あの、仕事が入ってたのを忘れていまして。土曜日にですか。はい、でもやっぱり仕事はいいです。チケットせっかくですし、見たいですし。いえ、お仕事を大事にしてください。こちらは残念ですけど、またの機会でいいですから。でも、じゃあ日曜日に会ってください。え、 はい。またパソコンの調子がおかしくなっちゃったんで、やっぱり新しいパソコン買おうかなと思って。山田さん選んでもらえます。もちろんです、喜んで。いい、その後おいしいものでも食べに行きましょう。はい、わかりました。おやすみなさい。それは完璧好きってことでしょ。好き？だって家にあげたんでしょ。そうですけど、好きとか…してないな、最近私。そういう好きで好きでたまらないドキドキする恋、初めて家にあげた瞬間、あ、これから何が起こるのとか想像したり、彼が他の女と話してるだけでぶっ殺したのかとか思う、あの嫉妬する感情はもう何年も味わってない。それは好きじゃないってことでしょ。例えば私が山田だね、隣に並んでたとします。手が一瞬触れ合いました。はい、ここでドキッとする？しないね。そういうこと、好きじゃないんだよ。普通ドキッとするし、手つなぎたいって思うのよ。恋愛なんて頭でするもんじゃないんだからさ。人の店来てため息つくのやめてくんない？ごめん。なんか最近俺の周りでため息流行ってんだよな。エルメス。え？エルメス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 ？電車。ちゃんと包んでますから。コミケ。ちゃんと、なんで私があんたに待たされなきゃいけないのよ。急に呼び出したの陣釜さんじゃないですか。文句言わない。ほら、何ですかこれ。オープン記念の割引券、少しでも安く上げさせようと思ってんでしょ。ってことはやっぱり僕の。ここに決まってんでしょ。あっちだ。他にあんた呼ぶ理由なんてないよ。いらっしゃいませ、こちらがメニューです。どうぞごゆっくり。
高い。でも、ルールブリッジに何でしょうか。同じ生き物とは思えない。そんなつけてないですよ。何ボーッと立ってんの。それにしてもいい男ね。何してんのよ。何？もしかしてあの人があんたの好きな人？違いますよ。そうなんだ。この二人って付き合ってんのかな。誰？知り合い？まさかあいつが。へえ、結構可愛い女連れてんじゃん。清楚な感じで。彼女とかじゃないよな。俺たち勘違いされてたりしてる。彼氏と彼女って。まさか私たちも勘違いされてるかも。美女と猿って。猿ですか。よし任せな。私が聞いてくる。なんか匂うし。何がですか。ちょっとよし聞いてきちゃおうかな。ちょっと待って。あ、ちょっと連絡先教えて。私にも教えてください。見えます。でも突然でびっくりしました。 はい僕もです。実はさっきあの方が彼女なのかなってちょっと嫉妬しちゃいました。そんな僕全然モテませんから。あ、そうなんですか。そうですよ。少なくとも私にはモテモテですよ。え？僕話さなければいけないことがずっとあって、今日はその偶然だったもので、心の準備ができてないんですが、次お会いした時は大事な話、少なくとも僕にとってはすごく大事な話がありまして、この気持ちをちゃんと伝えようと思ってます。聞いてもらえますか。見てくださいね。はい。すいません。この方が自然ですね。これはなんだ。ベノ、逃げろ、爆撃が来たぞ。次会う時が決定になることは必死で、
お互いの考えていることはもうお互いに分かっている。あれは分かってしまったという感じなので。エルワー、もう映画だな、ドラマだな、小説だな。奇跡の瞬間を目の当たりにして光栄です。もう電車はここにいてはいけない人間へと成長を遂げた。そろそろ卒業時期じゃない。電車男い、エルメスオバゲットしました。まだ気が早いですよ。ここまで来て NG はないやろ。先に言う、電車おめでとう。エルメス最高じゃないか。もう電車を好きとしか思えん。もう迷うこともないね。はい、あとは次のデートでしっかりと気持ちを伝えるだけです。ああ、世界が真っ白になっていくよ。どうする、お前らも俺と一緒にあの光の向こうに行くか。奇跡ってこういうことなのかもな。奇跡じゃないよな、頑張った結果だよな。みんなの声援があったからですよ。あの酔っ払いのジジイがいなけりゃこの奇跡も起こらなかったわけか。このきっかけをもたらしたのは何度言っても電車男の勇気。あん時見て見ぬふりしてたら今はね。そんな勇気を持った若者が我ら住人の仲間であることに乾杯。新エクソン城に乾杯。フェノーイ。おめえ夜中に何やってんだっぺ。いい加減仕事さ行け。父ちゃん今出ようと思ってて。どこなんだよ。先下降りててよ。さすがに人はまばらですな。本当は徹夜禁止ですから。あれ、山田氏は多分始発にはやってくると思うんですけど。ない、ない。なんで、なんでないの。どうして、なんで、なんで、なんで。いいんだよ。はい、ヘルシードリンクバー龍です。山田です。あの、青山さんのお友達の。ああ、何か青い封筒落ちていませんでしたか。いや、なかったけど。そうですか。何か大事なもん。あ、いや、仕事で、仕事で使う書類でして。すいません、どうもありがとうございました。なんだこれ、忘れ物か。それって、やばいよ、なんでこれ、なんでだよ。電話が。仕事で使う大事な書類らしいんだけど。分かった、じゃあ私から電話してみる。入れてください。受付証忘れたんでしょ。俺向こうだから。そこをなんとかお願いします。お願いします。山梨遅い。入れてください。お願いします。なんとかお願いします。これでなんとかお願いします。メイド喫茶に通い詰めて手に入れた非売品なんです。そんな貴重なものを。それにこちらも、これは数量限定で発売されたベッキーのメガネ付きフィギュアです。これ特別に差し上げますので、どうぞ中へ。そんな大事なものを。だから受付証ないんだろ。そこをなんとか。おい、あ、さまだ。何言ってんですか。お前のスペックを決めろ。入れてください。お前のスペックなんだ。本当に何。お、沙織どうした。書類は。何、わざわざ取りに来たの。連絡つかなくて直接届けてくる。ああ、これだろ。ありがとう。じゃあ行ってくるね。おい、行くって場所わかんのか。なんか東京ビッグサイトって言ってた。じゃあね。あんな必死になっちゃってよっぽど惚れてんな。ゴールが見えてきました。あと一歩。歌いますから。
なんか電車の中で酔っ払いから助けたのがきっかけで知り合ったみたいなんですよ。電車の中で酔っ払い。ええ、今日はなんかイベントあるみたいだね。じゃあここでいいですか。まだ遠いですよ。いえ大丈夫です。その後もストーカー撃退したり、あと家にも来たり。ストーカー撃退？家に来ちゃった。いよいよ明日か。電車の告白はついにラストか。感慨深いな。電車は今夜が最後の毒男ということになるな。今夜は盛大に送り出してあげましょう。やべ、なんか本当に寂しくなってきた。明日は俺ら戦友の素晴らしい旅立ちの日なんだ。最後まで目を閉じるなよ。みんなみんな同じ光を見ているのだな。なんて優しい光なんや。あの時電話させてよかった。体の震えが止まらねえのはなぜ。俺たちはヒドドの伝説誕生の瞬間に立ち会おうとしてる。俺もいつかあそこにたどり着けたらいいな。電車もそしてお前らも大好きだベロア。ここで電車の応援するのが日課になっちまってた。これから何を楽しみに生きていけばいいんだよ。俺は俺も一緒だ。何をするでも電車のことが気になっていた。結局電車は俺らの希望だったんだ。俺たちの希望が明日ここを旅立つわけだな。マジ卒業式みたいで泣けてきたっちゃけど。みんな覚悟はいいな。電車はもうここに戻ってきてはいけないんだ。名残惜しいな。わかるか、わかるか。あれ目苦しいお水が。ハートが痛いよ。俺はすでに泣いている。出るわ。カリンちゃん、時間だよ。お願いします。はい。もうこうなったら強行手段しかないですよ。ここで売っちゃいましょう。はい、手伝います。この足首はどこに置けば。風向きを見ておいてください。はい、すいません、これを届けに来たんですか。ああ、しつこい連中。あいつらならあっちへ行きましたよ。メスは沙織だったんだ。ごめん遅れて。急に誘って悪かったね。兄貴にチケットもらってさ。これがあのチケット。ん？なんでもない。行こう。なんでこんなにも人がいないんですか。松坂氏。いやいやいや、中はすごい活気に溢れてますよ。おお、もしいつの間に会場内へ。はい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 、これ戦利品ですよ。すごいよ、これは燃えますね。おお、新人とは思えない彩色。あ、でも足首は僕の作品の方が。でも僕はこっちの唇の方がプルンとしてて。すごい燃える。見てこの色の鮮やかさ。すごい。あ、すごい燃える。見てね、色さ。あらないよ、これ。これね、センスいいですね。センスいいですよ。これはいいわ。これも燃える。どうしたんですか、松永氏。山梨はオタクってバレたらまずいんですよね。とりあえず挨拶が基本じゃ。あ、そうですね。マジ超やべえ。
今日マジ超天気いいし。マジこの天気受ける。あー受ける。あーなんかマジ超快晴。あマジこの前コンパ3級ね。こんなとこで会えるなんて超チャベリグ。ウミガメの産卵マジ超ウケる。マジヤバい生まれる。マジポロポロこぼれてっから。松永氏、松永氏を呼びてない。あれ産卵。あれあの今日はちょっと仕事じゃなかったんですか。はい、そのすいません。驚きました。はい。嘘。ついていたんですね。何があっても絶対に冷たく突き放すこと。脱オタしてみようと思う。本当にオタクをやめると言うんですね。青山さんのこと幻だったなんて思いたくないんです。
この番組は KDDI、味の素、ノエビアグループ、三菱モーターズ、大正製薬、ライオンの提供でお送りしました。